アクトレイザーはエニックスがスーファミで出した斬新なゲームだよ。エニックスって RPG が有名だけど、これは違うの？ RPG 要素もあるけど、主にアクションゲームだよ。戦いと創造の融合作品なんだ。聞いただけでワクワクするね。ストーリーってどんなの？長い眠りから覚めた神様が人間を救うためサタンに再戦挑むんだ。ゲームの進行はどうなってるの？アクションパートで魔物を倒して地域を解放し、クリエーションパートで人間を反映させるんだ。2つのパートがあるのね。アクションパートはどんな感じ？かなり動きが速くて敵も多いから挑戦的だよ。特にボス戦は緊張感がある。難しそう。クリエーションパートは？こっちはもっと穏やかで、街を発展させたり人口を増やしたりするんだ。楽しいよ。人間たちが成長していく様子を見るのが何とも言えず面白いんだ。アクションが難しいって聞いたけど、具体的には？例えばラフレシア戦はパターンを覚えるまで何度も挑戦する必要があるんだ。でもクリアした時の達成感がすごいんだよ。勝利した時は本当に神様になった気分。音楽もゲームの雰囲気を盛り上げるんだよね。確かに、アクションパートとクリエーションパート、それぞれの BGM がゲーム体験を深めてくれるんだ。ゲームを通して、プレイヤーはどんな体験をするの？神になったかのような全能感と、時には挑戦に直面するスリルを味わえるよ。そして、クリエーションパートでは、創造主としての喜びを感じられるんだ。すごいね。プレイヤーが神様になれるなんて。プレイヤーが直接世界を変えていく感覚は本当にユニークな体験だよ。このゲーム、挑戦してみたくなったな。ぜひやってみて。アクトレイザーはただのゲームを超えた一つの冒険だからね。超時空要塞マクロス、スクランブルバルキリー、シューティングゲームの傑作だよね。マクロスのゲームってアニメファンにも楽しめるの？アニメのサブカルチャー要素が巧みに取り入れられているんだ。ゲームの操作は難しいのかな？操作は意外とシンプルで、初心者でもサクサク進めるよ。シューティングゲームだけど、マクロスらしさはあるの？シューティングの中に、マクロスの世界観がしっかり反映されているよ。機体はオリジナルなんだよね。何か特徴はあるの？オリジナル機体だけど、デザインや性能がマクロスファンも納得の出来だよ。ゲームバランスはどうなの？シューティングとしては？ゲームとしてのバランスは抜群で、シューティングとしても非常に楽しめるよ。マクロスのアイドルやラブコメ要素はゲームに出るの？直接的ではないけど、アニメの雰囲気はちゃんと感じることができるんだ。でも、オリジナル機体ってマクロス感少ないかも。そう感じることもあるけど、ゲームとしては一級品なんだよ。ゲームのグラフィックはどう？昔のゲームだけど。グラフィックも良くて、当時としてはかなり綺麗な部類に入るよ。敵キャラクターとか、どんなのが登場するの？マクロスの世界観に合わせた敵キャラが多いんだ。いろいろな種類がいて楽しいよ。マクロスの音楽はそれもゲームに反映されてる？音楽はマクロスらしいメロディーで、アニメを思い出させる感じだよ。やっぱりマクロスゲームはファンなら一度は遊んでみたいね。このゲーム、マクロスのファンなら特に楽しめるけど、シューティング好きにもおすすめだよ。それはいいね。マクロスの世界観を楽しみつつ、シューティングゲームの醍醐味も味わえるなんて。そうそう、マクロスの魅力が詰まったゲームなんだ。クロックタワー、本当に怖かったよね。あのシザーマンの登場が。シザーマンってどんな感じ？突然現れて、ハサミをチャキチャキ、ドキドキしちゃうんだ。それは怖い。どんな場面で現れるの？いつどこから現れるかわからないんだ。突然の登場にびっくりするよ。そんなサプライズはいらないよ。特にハサミの音を聞くと、もう心臓がバクバクだった。怖い音楽も流れるの？そう。シザーマンが近づくと特徴的な音楽が恐怖を煽るんだ。不気味なところでの出来事ってどんなの？いろいろなイベントがあって、喋るオウムや奇妙な敵が出てくるんだ。オウムが話すってどんなこと言うの？謎めいた言葉でプレイヤーを惑わすんだよ。すごく不気味だった。他にも怖い敵がいるの？うん。鏡から手が伸びたり、巨大な赤ん坊に襲われたり。赤ん坊に襲われるなんて恐ろしすぎる。そして、その狂気の院長、彼の存在感もすごかった。このゲーム、本当に怖いんだね。ええ。でもその恐怖がたまらなくて、何度もプレイしちゃうんだ。シリーズ化されたって聞いたけど、他の作品も怖いの？他の作品もそれぞれに怖い要素があって、ファンにはたまらないよ。映画化の話はどうなったの？2008年に告知されたけど、結局立ち消えになっちゃったんだ。それは残念だけど、ゲームは十分怖いね。本当にね。でも、ホラーゲームが好きなら、ぜひ体験してほしいな。トルネコの大冒険、不思議のダンジョン、RPG の新境地を開いた作品だね。不思議のダンジョンってどんなゲームなの？ダンジョンが毎回変わって、いつも新しい冒険ができるんだよ。毎回変わるダンジョン？それは面白い。アイテムを駆使してダンジョンを攻略するんだ。アイテムってどんなのがあるの？ドラクエのアイテムや呪文がいっぱいあって、戦略が豊富なんだ。敵はドラクエのモンスターたちなんだよね。そうだよ。ドラクエの世界観を楽しめるんだ。どんなモンスターがいるの？レベルが進むにつれて強力なモンスターが現れるよ。それは緊張感があって楽しそう。でも倒されると最初からやり直しになるから慎重にね。最初からやり直し？それは大変。でもそれがこのゲームの醍醐味でもあるんだ。トルネコってキャラクターが親しみやすいよね。その通り、トルネコはとても愛されているキャラクターなんだ。何度もプレイしたくなるのがよくわかる。そう、中毒性があって、毎回違う展開が楽しめるんだよ。1000回遊べるって言われる理由がわかるな。このゲーム、一度始めたらやめられないんだ。不思議な魅力があるよ。トルネコの大冒険、私も挑戦してみようかな。ぜひ、ドラクエの世界で不思議なダンジョンを楽しんでね。ウルトラマン、ノスーファミ版、そのリアルなグラフィックがすごかった。リアルなグラフィックってどんな感じ？まるで実写みたい。当時のゲームとしては画期的だったんだよ。そんなに？どんな戦い方ができるの？プレイヤーはウルトラマンになって原作の怪獣たちと戦うんだ。具体的にどんな怪獣が登場するの？レッドキングやバルタン星人、ゼットンなど名だたる怪獣がね。ウルトラマンの技は？チョップ、キック、投げに加えて必殺技も使えるんだ。必殺技ってどんなのがあるの？ゲージを貯めるとバリアーや4種の強力な技が使えるんだよ。それで怪獣を倒せるの？体力をゼロにしてからスペシウム光線でフィニッシュだね。スペシウム光線、かっこいいよね。ゲームでもあの光線が最高潮の瞬間なんだ。ゲームの演出はどう？テレビシリーズみたいな拡大や回転を使った登場シーンがあるんだ。ファンにはたまらないね。それに、各怪獣が原作通りのアクションで登場するからね。それは迫力がありそう。本当にそうだよ。当時としてはキャラも大きく、すごい盛り上がりだった。制作陣のウルトラマン愛が伝わる作品なんだね。まさにそう。ウルトラマンの魅力が詰まったゲームだったよ。ウルトラマンが好きなら絶対プレイしてみたい。ぜひ、このゲームはウルトラマンファンなら楽しめること間違いなし。今日はロマンシングサガにの世界について話そう。 RPG っていつも同じパターンだけど、このゲームは違うの？このゲームは RPG の常識を変えたんだ。特にそのシステムがね。どんなシステムなの？まず継承法っていうのがあるんだ。主人公が変わるごとに物語が進むの。主人公が変わるってどういうこと？アバロン帝国の歴史を次々に皇位継承していくんだよ。それってすごく新鮮だろう。プレイヤーが帝国の歴史を作っていく感じだよ。他にも変わったシステムあるの？うん。例えば大学を建設して術を研究することもできるんだ。RPG で学問するなんて珍しいね。しかもお金稼ぎがそこまで重要じゃないんだ。じゃあどうやって強くなるの？戦闘や継承を通じてキャラクターが成長していくんだよ。キャラクターはどんな感じ？人間だけじゃなくサラマンダーやカラクリ人形もいるから面白いよ。へえ、ユニークなキャラクターがいっぱいなんだね。そうそう、それに敵キャラも個性的でストーリーが深いんだ。敵キャラにも個性があるのか。ええ、敵キャラクターも魅力的でゲームに深みを加えてるんだよ。最後のボスは本当に難しいの？多くのプレイヤーがそこで苦戦してるみたいだよ。でもチャレンジする価値ありそうだね。絶対にね。ロマンシングサガには一度プレイしたら夢中になるよ。ティクスオーガの世界に飛び込もう。シミュレーションゲームって難しそう。いやいや、このゲームは特別だよ。まず舞台が架空の島なんだ。架空の島？何が起こるの？大国の陰謀による民族紛争がテーマなんだ。へえ、現実味がありそう。アフガニスタン紛争をモデルにしてるから、ストーリーが深いんだよ。戦略が重要なのかな？高さや時間の概念を取り入れて戦略性を高めてるんだ。前作はチーム単位だったけど、今回は個々のキャラ操作ができるんだ。操作しやすくなってるのはいいね。そうそう、プレイヤーに優しい設計になってるよ。キャラクターたちも魅力的で、敵味方に愛着が湧くんだ。どんなキャラがいるの？例えば、敵のボスキャラ、ランスロット、タルタロスがいてね。彼の青年時代を描いた前日譚もあるんだ。おお、物語が深そう。そして新しいタクティクスオーガリボーンも出たんだよ。それは試してみたいな。ぜひこのゲーム一度始めたらハマること間違いなし。